クロリアス・デイズはオーストラリアで生産された、香港の競争馬2013年香港マイル優勝など、香港競馬にて実績を残した、オーストラリア・ビィクトリア州にて2007年9月、出生。その後ニュージーランドへと送られた、クロリアス・デイズは2009年に2度のセリー市に上場するも共もに指定価格に達せず、週取りとなっている。 2011年4歳3月に競争場デビューとなったグロリアス・デイズはその初戦を勝利で飾るが地元ニュージーランドでの出走はこの一戦のみとなり場所名義はそのままで香港へと移籍となる香港場として再出発したグロリアス・デイズは同年11月の第3班競争を優勝このレースを皮切りに4連勝記録 ニュージーランド時代と合わせて5連勝をマークし、2012年3月、クイーンズシルバージュビリーカップへと駒を進めるが、ラッキーナインに敗れ連勝はここでストップしている。その後国際、ローカルグレード競争にて2着が続いていたものの2012年11月香港マイルの前哨戦となる、ジョッキークラブマイルにて、実力馬アンビシャスドラゴンを僅差で退け優勝し、国際重勝価値を記録。 しかし、自走香港マイルでは前走を下した、アンビシャスドラゴンに逆に僅差で敗れ、このレースと前後し、この馬と星を分け合う内容を続けた。2013から2014年シーズン初戦の香港マイルで国際 G1 レースを勝ち上がるなど、香港国内では堅実な内容を見せていたが、香港マイル以降は勝ち上がることができず、2015年秋にイギリスに移籍。 一戦した後現役を引退した。この他日本競馬にも出走し、2012年から3年連続で安田記念に参戦。2012年には連帯率100%という実績が買われ重賞。未勝利ながら3番人気に押されたものの、左集会や時計の早い日本の競馬が合わず敗退。2014年の6着が最高着順となっている。ありがとうございます。